4店舗目ですね、ラーメン、丸八さんにやってまいりました。早速中に入ってね、食べていきたいと思います。それでは行きましょう。レジェンド。いただきます、皆さん。あ、スープが、あ、すごいな。あ、うまい。ちょっとじゃあ次、これ肉いかしていただきます。すげえ、めっちゃ美味しそう。わ、うまっ。これもお前プロテイン入ってんすか。お前でも実際入ってるんすよね、ナチュラルが。プロテインのおすすめの味は、プロテインのおすすめの味は僕はミルキーココアフンで。いただきます。では私は加藤健夫婦で、はい、先飲んでみてください。うまっ。このラーメンもおすすめですよ。愛知県だったらぜひね、食べに行ってください。いやもうニンニクのめっちゃいい匂いする。やばいっすわ。こっち見ないじゃない。うまい。太麺です。そう、ここもなんか僕は1杯しか食べてないんです。太麺。カロリー気にしてます。嘘です。皆さん、ごちそうさまでした。4店舗目の丸八ラーメンさん、完食いたしました。すごくね、ガーリックが効いてて、で、ラーメンのね、トップにすごい大きいお肉がね、ありまして、まあ、ステーキみたいなお肉ですね。非常にタンパク質が取れて、さらにね、スープの方にも B レジェンドプロテインが使われててね、効率よくね、タンパク質が摂取できたんじゃないかと思います。で、ガーリックがね、効いてて非常に美味しかったですね。それではね、最終店舗、5店舗目のね、バーバラさんに行きたいと思います。それでは次のお店に行ってみましょう。5店舗目、こちらバーバラさんです。ついに5店舗目ラスト来ました。ちょっと染田さんがまたお腹いっぱいらしいので、最後私が食べきりたいと思います。じゃあ早速行きましょう。じゃあ最後5店舗目、バーバラさんの冷やし担々麺いただきます。スープかい。あ、ピリ辛でごまの味がすごいしてコクのある感じです。一番プロテイン感ないかもしれないです。いただきます。これは麺がもちもちで、ピリ辛なんですけど、ビリジェンドプロテインが入ってるのですごいマイルドになっていて、正直私辛いの苦手なんですけど、全然美味しく食べれる辛さです。夏にぴったりの美味しさです。
辛いもの好きな人は絶対美味しいと思う。絶対嬉しいと思います。なんだろう、旨辛っていう感じです。ごちそうさまです。プロテインラーメン5軒目、完食しました。まあ、冷やし担々麺ということなんで、他の4店舗とは違ってピリ辛で冷たい冷麺だったので、夏にもぴったりで美味しかったです。でこれであのプロテインも取れると思うとびっくりですね。はい、今はね、愛知県のね5店舗ビレジェンドプロテインとのコラボラーメン全て完食いたしまして、こちらのね、スタンプラリーカードを5店舗全て制覇いたしました。よっ。でこちらね、5店舗制覇するとこのね、ビーレジェンドプロテインのね、お試しパックがね、こうもらえるっていうキャンペーンね、やっております。5店舗全部美味しかったですね。5店舗美味しかったですね。はい、はい、このね、プロテインコラボラーメン7月中しかね、やっておりませんのでね、ぜひね、お早めにね、食べに来ていただければと思います。ぜひ食べに来てください。はい。